私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。すっぴんとたまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は大阪の鶴橋。ルーレットは絶対。これが噂に聞く駅に着いたら焼肉の香り。焼肉の聖地鶴橋、最高。よし、とりあえず焼肉は夜ご飯の楽しみにとっておいて、まずはガイドブックに載ってたここに行ってみるか。駅出てすぐの鶴橋商店街。鶴橋商店街ドーン。関西きってのコリアンタウン鶴橋。駅降りたらすぐにディープな商店街がある。ワンポイント、お店のおばさんがチヂミとかを鉄板で焼いていて、キムチのいい匂いとかと混じり合って、空腹にはたまらない商店街なのだ。まずキンパ食べて、トッポギ食べて、チヂミ食べて、お土産のキムチはまだ早いと。さらに韓国アイドルグッズ屋さん、ヒョンミン様の写真もいっぱいある。東京じゃ誰かに見られてるかもしれないから、爆買い爆買い。お姉ちゃんも不時着のファンかいな。出たー、ヒョウ柄のおばちゃん、本当にいるんだ。はい、おばちゃんも大好きなんや、不時着。それにしてもちょっといっぱい買いすぎちゃうか。おばちゃんの分がのうなってしもうとるがな。あ、ごめんなさい。はい、半分戻します。ありがとうね。あんまり買いすぎたら旦那に怒られるから、キーホルダー1個だけにしとこ。いや、1個だけかい。それじゃお姉ちゃん、これからも不時着ファン同士仲良やっていこうや。はい、アメちゃんあげる。出たー、アメちゃん、ありがとうございます。ワンポイント、大阪のおばちゃんはアメちゃんをティッシュに包んで持ち歩いている。あれなんだろう、喧嘩してんのかな。違った、漫才の練習してるんだ。ワンポイント、この辺は公園の隅っことかで漫才の練習をしてる芸人さんをよく見かけます。違いました、たこ焼きでした。なんでやねん、もうええわ。ちょっとお姉さん、練習中なんであんまりまじまじだと聞かんといてくださいよ、恥ずかしいじゃないですか。あ、ごめんなさい。お姉さん、でっかいトランク持ってはりますけど、観光の人ですか。あ、はい、東京から。もしよかったら別のネタも見せてもらえませんか。え、ほんまですか。先輩どうですか、見てもらえます。あかんあかん、東京もに俺らの笑いなんか分からへん。今日はこの辺にしとくか。あ、俺バイト行ってくる。すいません、あの人 NSC の1年先輩でコンビ組んだんですけど、口は悪いんですけど面白い人なんです。許したってください。あ、全然、こっちこそプロの芸人さんにネタやれとか言ってごめんなさい。全然プロちゃいますよ、駆け出しですわ。僕小さい頃からよう喋る子やったらしいんですわ。それに親戚のおっちゃんとかに、お前みたいなもんは吉本しか行かれへんぞって言われてて、すり込みですわ。吉本で頑張ろう思ってるんですけど、全然プロにはなれませんわ。ワンポイント、大阪ではよく喋る子供は親戚のおじちゃんに吉本行けって言われるらしい。よく見たらかっこいいし、ネタも面白かったから東京来たら売れそうなのにな。お姉さんには分からへんと思いますけど、芸能界って厳しくてね。芸能界の厳しさなら骨身にしみるくらい知ってますけど。ダウンタウンさんに憧れてるんですけどね、あの人ら雲の上の人で、僕らからしたら神様みたいなもんで全然届きませんわ。まあお姉さんには分からないと思いますけど。分かりますよ、ダウンタウンさんの番組にはたまにゲストで出させてもらってますからね。ダウンタウン面白いですよね。大阪は芸人も多いし、なかなかチャンスも回ってきませんね。さて、愚痴もこれぐらいにして鶴橋案内しますわ。女性一人で鶴橋に観光に来る人なんてなかなかいないですから、大事にせんと。本当ですか、どこかいいところあります。お姉さん、インスタ映えするお店ありますよ、行きましょう。こ
これね、ソーダの中に丸いゼリーが入ってて、その丸いゼリーの中にフルーツが入ってて、上には綿菓子が乗ってるっていう、なんかもうてんこ盛りのドリンクです。味もうまいんで飲んでみてください。すげー。ミミミって何？それはわかりません。見た時にミミミってなるからとちゃいますか？いや、そんなわけないでしょ。お姉さんツッコミうまいですね。勉強になりますわ。これおいしい。そうでしょ。あ、氷も丸いから間違えて噛まんといてくださいね。せっかく綺麗のに歯折れてもうたら、これを飲ませた僕が彼氏さんに怒られてまいますわ。え、今綺麗って言ってくれた？はい、お姉さん綺麗な歯並びしてはります。いや、歯並びかい。おー、やっぱりツッコミうまい。あ、そうだ、お金払うね。いくら？あー、いいですいいです。僕らの漫才で笑ってくれはったんで、それのお礼です。そんなのダメだよ。売れてないからお金もないんでしょ？お姉さん、僕お金ないですけど、売れてないは余計ですわ。あ、ごめんなさい。よし、じゃあ傷ついたから焼肉おごってもらおうかな。うん、いいよ。 OK もいただいたし、俺には絶対手が届かへん吉田に連れて行ってもらおうかなって。いいんですか？いいよ、行こう、おごってあげる。何言うてはるんですか、冗談ですって。いいから行こうよ。知ってますか、鶴橋の吉田は観光ブックにももちろん載ってますけど、昔から大阪の人に愛されてるあの赤井秀勝が愛してやまず、何はともあれ赤井秀勝で何回も紹介しとった超美味しい焼肉屋さんですよ。俺食ったことないですけど、この時間やったらランチも終わってるし、お姉さんの財布空っぽになってまいますよ。ワンポイント。健一が大げさに言ってますが、吉田はコスパも最高の良心的な焼肉屋さんです。だから大丈夫だって。漫才と耳そうだのお礼に行こう。ほんまですか？俺もほんまは行ったことないし、行ってみたいんですけど、今からバイトですね。飽きませんわ、知りたいですわ。そうなんだ、残念。お礼したかったのにな。あ、それやったら明日の夜にライブがあるんです。もしよかったらそれを見に来てもらえませんか？夜か、ごめん。明日は昼から仕事があるから、朝の新幹線で東京に帰るんだ。ほんまですか？じゃあしゃあないですね。まあいいか、僕らの漫才で笑ってくれたから、それが何よりも嬉しいですわ。あ、お兄さんサインとかある？まだ書いたことないんですけど、一応考えてます。じゃあ私がサインをもらったファン第一号になってもいい？もちろんです。お名前何ですか？ちゃんへって書いて。はい、ありがとうございます。大事にしてくださいね。絶対売れますんで。ありがとう。そんならバイトありますんで。さよなら。さよなら。先輩、どないしたんですか？これ見てみ。お前、市川さとみと知り合いなんか？はあ、そんなわけないやないですか。じゃあこれは何かの間違いか？もちろん間違いやと思いますけど、間違いなく今日のステージはハードルが上がりますね。間違いです、これは何かの間違いです。皆さん、そんなえげつない目で見んといてください。今回は声はしなかったけど、大阪に戦友が一人増えたな。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づからない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は島根県出雲。あ、ルーレットは絶対。出雲市駅到着。出雲を制する者は桃鉄を制す、旅も制す。弾丸旅人として気合い入れますよ。はい、
到着しました。出雲といえばお蕎麦、桃鉄でもお蕎麦屋さんがずらっと並んでますからね。頼もう、出雲蕎麦ください。よーよー、お姉さんよー、出雲で蕎麦屋に入って出雲そばくださいってのはマクドナルドに入ってマクドナルドくださいっていうようなもんだぜ。あ、そうなんですね、お恥ずかしい。出雲そばっていうのは日本三大そばの一つに数えられる由緒正しいおそばなんだ。ちゃんとそういうことをわきまえてから注文しないと。あ、出てくるもんも出てこんな。お待たせしました。いや、出てくるんかい。おすすめの3色割り子3段です。いただきます。おいしい。コシが強くて食べ応えも抜群。そうそう、一本一本の太さが不揃いなのも手打ちしてる証拠なのよ。とろろも生卵も最高の味変アイテム。なんというか日本に生まれてよかったって感じ。ちなみにあちきのおすすめは大根おろしをトッピングしたおろし割り子よ。おろしの辛みとつゆの甘さと、あ、そこに腰の強い蕎麦の食感が。すみません、通ります。あー、すみません、こちら蕎麦湯です。お口に合いましたら嬉しいです。あー、ありがとうございます。いただきます。あー、美味しい、癒される。ドロッとしてて濃厚な蕎麦湯、これがこの店ならではの味わいだぜ。お姉さん、この蕎麦湯に出会えてよかったな。じゃ、あちきは忙しいから。あの人は？あの人はただの蕎麦好きです。あ、ただの蕎麦好きなんですね。私プライベートで出雲に来るの初めてなんですけど、どこかおすすめとかありますか？そりゃこの辺で行っていただきたいのはここしかありません。ここが出雲大社か。お、イケメン発見。噂には聞いてたけど、ここのしめ縄はやっぱり大きいな。すみません。私ですか？さすが国内最上級の縁結びの神が宿ると言われている。もしよかったら出雲大社バックに写真撮っていただけませんか？ずこー、いいの撮れましたよ。ありがとうございます。お姉さん、観光ですか？はい、僕も観光なんです。あ、もしよかったら一緒にたい焼き食べます？え、はい、いただきます。あー、かわいいたい焼き。近くで売ってて可愛かったのでたくさん買っちゃいました。じゃあお言葉に甘えて可愛いたい焼きちゃんいただいちゃいます。ちょいちょいちょい、さっきから聞いてたらたい焼きたい焼きって、それのどこがたい焼きなのよ。え、どう見てもフグでしょうが。あ、ほんとだ。福の輪さんのフク焼きは笑って食べれば福招き、願って食べれば縁結びって、フグは福ももたらす。角のない形は縁結びや円満を祈願しているって言われておりやす。あ、たくさん情報ありがとうございます。まったく、これだから観光客は。出雲に2回目の旅行へ来た時にどうするの？え、そういえばあのたい焼き美味しかったな、今回も食べたいなってなって、この辺の人に、すみません、この辺で丸っこいたい焼き屋さんありませんかって聞いても、あ、誰も教えてくれやしねーよ。確かに、福の輪さんのお福焼きですね、覚えておきます。この辺りに丸っこいたい焼き屋さんありませんか？ああ、福の輪さんのお福焼きですね。ここまっすぐ行けばお店ありますよ。で、教えてもらえるんかい。ちなみにお福焼きにはハートの形が隠れているから、もしよかったら探してみて。あ、もう全部食べちゃった。全部食べたんかい。あ、そうだそうだ、一応遡って言っておくけど、二人とも嬉しそうに出雲大社出雲大社って言ってたけど、正式名称は出雲大社って読むから、あんまり大きな声で出雲大社って言ってたら恥ずかしいよ。そうなんですね、勉強になります。すみません、写真撮ってもらえませんか？はい、じゃあ出雲大社を背景に撮りましょう。で、地元の人間も出雲大社って言うんかい。ちなみにお兄ちゃん、健一です。さっきあれのことをしめ縄って言ってたね。あ、そうですね、大しめ縄だから。はい、あれは大しめ縄だから、そこら辺にあるしめ縄と一緒にしないで。
大しめ縄はここ島根県にある飯南町の町民が延べ1000人もの人数で田植えから材料の選別、中心作り、コモ作り、コモ包み、締めの小作りなどなど奉納まで1年以上かけて作ってるの。そして最後のクライマックス、大寄り合わせがあるのよ。わかる？くるくる巻いていくのよ。これが人の力でコロコロ転がして作っていくの。しかも一発勝負って言われてるんだから。だから作ってる人の心がこもったあんなに見事な大締め縄になるわけよ。すごい感動。詳しいことは大締め縄が作られている飯南町にある大締め縄創作館を訪ねてみて。じゃあちきは忙しいから。ほう、なんとも詳しい人がいるんですね。あの人は？あの人はただの縄好きです。ただの縄好きなんですね。そうだ、この辺に珍しいチーズケーキ屋さんがあるんですが、もしよかったらお二人で行ってきたらどうですか？何この急なナイスパス。出雲の神様ありがとう。お賽銭ケチってごめんなさい。食べ歩き最高。このアイスキャンディー美味しいですね。口の中でプルプルする。なんでだろう。おいおい、チーズケーキを飲みに行く道中でアイスを食べるとは、どこまでもカロリー無視の楽しい旅をしとるな。わ、また出た。だけど安心、富谷さんのシャリバーはクズや寒天でできた100キロカロリー以下の、あ、ヘルシーアイスキャンディーだからだ。ラッキー。出雲さんいちご、出雲抹茶小豆、マンゴー、みかん、白桃、5つの味がお待ちしております。ちなみにあちきのおすすめは少し経って表面が透明になった頃の反射りです。じゃああちきは忙しいから。なんやかんや言うとる間に着きましたよ、出雲チーズケーキ本舗。フグのたい焼きに溶けないアイス。出雲の神様よ、次はどんなスイーツで私たちを驚かせてくれるんだって。なんやって、このチーズケーキストローがぶっ刺さっとるやないかい。これはまさか、飲めるチーズケーキやないかい。なんで関西弁？そういえばさっきあの子がさらっと言ってたな。おいおい、チーズケーキを飲みに行く道中でアイスを食べると、アイスを食べると、あ、ダメだ、さっきなんて言ってたか忘れてしまった。ダメだ、あちき女優失格だ。あ、体操で落ち込んでる。とにかく確かにチーズケーキを飲むって言ってたね。ではあちきはこのいちご味を早速いただきます。一人称があちきになっちゃった。濃厚なクリームチーズとふわふわの生クリーム、美味しかった。ああ、もう夕方か。そういえば私今日一日ほとんどケンイチ君と一緒だったな。これはもうデートって言っていいよね。さすが縁結びの聖地出雲大社ね。あー、そろそろ帰りの電車の時間だ。そうだ、私も今日は日帰りだったんだ。あの、ケンイチ君、もしよかったら連絡先とか。お土産にここのチーズケーキを彼女に買って帰ってあげよっと。いや、彼女おったんかい。一人になってもうた。そうだ、女優としてもう一つ大事なこと、芸能の神様出雲のお国さんのゆかりの地に行くの忘れてた。終盤に入ってワンポイント。出雲のお国は日本で初めて歌舞伎踊りを踊った人で、歌舞伎の生みの親って言われてるらしい。出雲のお国さんにまつわる場所に触れておきたいのですが、どこかこの辺に。何を言うとるんや、お姉さんは今日一日ずっとお国様と交流しとったやないかい。え、ダメだ、あちき女優失格だ。え、この子が。確かにずっとまあまあかぶいてた。あの女性こそがたまにこの辺に降臨する出雲のお国様の現在のお姿や。最近は気に入った観光客がいたら勝手気ままに出雲を案内してはる。お姉さん運が良かったな。芸能の神様が降りてくるなんて、芸能界に入ったらええんとちゃうか。俺かい、俺は通りすがりのただのお掃除好きや。すごい人との縁が結ばれちゃった。さすが出雲大社じゃなかった、出雲大社城。また出雲に遊びに来てね。
私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は福井県福井。ルーレットは絶対。やってきました、福井県福井駅。県庁所在地の駅だけあって、やっぱり大きいな。ここで早速ワンポイント。福井駅は2024年北陸新幹線が敦賀まで延伸することで新たな停車駅となることから、再開発がどんどん進んでいるらしい。いよいよ福井にも新幹線が通るのね、楽しみ。そしてもう一つの楽しみといえば、北陸は美味しいものがいっぱい。ということで今日も食べて食べまくるぞ。ギャー、恐竜食べられる。どうされました？ギャー、イケメン。え、あ、いやいや、今はそんな場合じゃない。恐竜、恐竜がいるんです。恐竜？そう、あそこに。あの落ち着いてちゃんと見てください。あれは作り物ですよ。え？本物そっくりですけど、ロボットです。はあ、ほんとだ、確かにロボットですね。ここでワンポイント。福井駅西口には3体の恐竜が展示されており、世界で初めて駅前に動く恐竜のモニュメントが設置されたらしい。すみません、本物そっくりだったもので勘違いしてしまい、お騒がせして本当にすみません。いやいや、そんなに謝ることじゃないですよ。逆にお怪我とかなくてよかったです。イケメン、なんつーイケメンなの。もうそんな気遣いされちゃったらさ。私の中に宿る肉食獣の血が騒ぎ始めるじゃんか。あ、いかん、これは一旦落ち着かなきゃ。それにしてもこんな立派な恐竜が展示されているなんて、すごいですよね。確かにそうですね。福井は恐竜王国と言われていて、他の駅じゃこんなすごいの見れないですよ。ちなみにこの一番大きいのが草食恐竜の福井ティタン。高さ6メートル、全長10メートルもあって、日本で初めて学名が付けられた恐竜なんですよ。福井ティタンで、こっちも草食恐竜の福井サウルス、あっちが肉食恐竜の福井ラプトルです。なるほど、私はどっちかというとラプトルタイプだわね。え？なあ、なんでもないです、なんでも。それにしてもみんな名前の頭に福井ってついてるんですね。そうなんです、この3体の恐竜はみんな福井で発見された恐竜なんですよ。実は福井の地層からボーンベッドが見つかったんです。なので他の地域よりも多くの恐竜化石が発見されており、日本の恐竜化石の8割が福井で見つかっているんです。8割もですか？ここでまたまたワンポイント。ボーンベッドとは恐竜や古生物などの骨を多量に含む地層、または堆積物。まさに恐竜の骨がたくさん出てくる宝の地層らしい。てか恐竜や化石にめっちゃ詳しいんかい。イケメンに加えて博識でおまけに心優しいこちらの福井男子はなんなん。あー、もうダメだ。ヤオー、絶対仕留める、この獲物私が絶対に仕留める。大丈夫ですか？なんでもないです。私東京から観光で来ました、さとみって言います。東京からですか？僕は健一って言います。福井が地元なんですが、今は県外で働いてます。へえ、じゃあ里帰りか何かですか？はい、つい最近2023年の7月に福井県立の恐竜博物館がリニューアルして新しくなったんです。
それを地元の仲間とこれから一緒に見に行く予定なんです。恐竜博物館？ここでワンポイント。福井県立恐竜博物館はカナダ、中国にある博物館と並び世界三大恐竜博物館の一つと言われているらしい。みんな小さい時から恐竜が大好きで、今回のリニューアルオープンを待ちに待ってたんですよ。そうなんですか。友達と待ち合わせだったか。一人だったらなんとかなったかもだけど、仲間がおると狩りがしにくくなるな。やー、食わせろ。いやー、恐竜食われる。ケイチさん、今度は本物の恐竜。さとみさん、落ち着いてよく見てください。こいつら恐竜の着ぐるみを着た僕の友達ですよ。え、ハレタか。どうも、流星です。やっほー、はるかです。お友達ですか？はい。もうびっくりさせるなよ。てか何その格好。へえ、作戦大成功。帰ってくる健一を驚かせようとわざわざ着ぐるみを用意したんだよ。健一くん好きでしょ、ティラノサウルス。大好きだけどさ、びっくりするわ。でもわざわざありがとな。幸せ。ケンイチに喜んでもらえてこっちも幸せ気分だよ。私も超幸せ。ケンイチさんのお友達ってなんかちょっと独特な感性をお持ちなんですかね。この二人は特に変わってる方ですね。ちなみに福井県は日本総合研究所が2年に1回発表している都道府県幸福度ランキングで何度も総合1位に輝いてまして、幸せを感じている人が多い地域みたいなんです。そうなんですか。それとケンイチ、お前が大好きなコシヒカリのおむすびと麦茶のセットも持ってきたぞ。私はロイヤル爽やかを持ってきたわ。おお、マジか。これも嬉しい。ありがとう。え、何ですかそれ。コシヒカリって実は福井で生まれた品種なんです。作付け面積も日本一で、六条麦茶の原料である六条大麦も福井は一大産地なんですよ。知りませんでした。ロイヤル爽やかは主に福井県で販売されているご当地ドリンクで、見た目はメロンソーダみたいですけど、ちょっと他とは違うものですね。ご当地ドリンク。3人で恐竜博物館に行くときは必ず弁当代わりにこれを持って行ってたんだよな。ほやほや、気づいてくれて俺たち幸せだな、はるか。幸せけど、さとみさんの分がなくて。ケンイチ、友達を連れてくるならちゃんと教えてくれないと。いや、さとみさんは今さっき恐竜のことで知り合って。恐竜のことで。幸せ。恐竜好きなさとみさんと出会えて幸せ。じゃあもちろんこの後恐竜博物館に行く予定なんですよね。交通費がもったいないから僕らの車でお送りしますよ。え、あ、はい、どうもありがとうございます。いえいえ。おお、ラッキー。友達がいてくれて逆に狩りがしやすくなるという予想外のパターン。いけるぞ、これはいけるぞ。私も言いたい、この二人のように大声で幸せって。しかしさとみ、調子に乗っちゃダメよ。待つの、その時を待つの。がっついちゃダメ。かつての恐竜たちも森に身を潜め捕食のチャンスを今か今かと伺っていたはずよ。肉食獣さとみもこの森に身を紛れ込ませて待つのよ。到着。福井県立恐竜博物館です。お、あの銀色の卵型ドームが新刊の子卵だよな。テンション上がるね。ケイチくん、早く行こう。うわー、すげー、大迫力。高さ9メートル、横幅16メートルの3面大画面。実物大の恐竜を実感できて、まさに太古の時代にいる気分だな、はるか。うん、こんな体験できて幸せ。こっちは化石研究体験室だって。実際にプロが使用している道具を使って発掘や化石クリーニングの体験ができるみたいだぞ。やりたい。行ってこい行ってこい。さとみさん、本館の方も恐竜の骨格標本が44体から50体に増やされたり、めっちゃ貴重なブラキロフォサウルスのミイラ化石も展示されてるらしいですよ。ぜひ行きましょう。はい。
そういえばさっきから健一さんたちいなくなっちゃいましたけど、どこ行ったんですかね。あれ聞いてませんか。何を。あいつら遠距離恋愛中なんで、しばらく二人っきりにしてあげようかなって思いまして。遠距離恋愛中。はい、今頃二人仲良く化石のクリーニング体験とかイチャイチャやってるんじゃないですかね。はるか、また可愛くなったね。幸せちーん。はるかちゃんと付き合ってたんかい。どっちかって言ったら流星さんとイチャイチャしてたから全然わからんかった。森に身を潜めておったのははるかちゃんやったんかい。くそー。これでまた一つ失恋という名の地層が完成いたしました。この気持ちもいつかは化石となるのでしょうか。ガルル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 。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づからない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は新潟県魚沼。ルーレットは絶対。到着しました。魚沼駅行かなくて魚沼田中駅、ありがとうございます。桃鉄にはあるけど実際にはそんな駅は存在しなかったってパターンにもいよいよ慣れてきましたよ。よーし、魚沼といえばお米、お米といえばお酒、今日は飲むぞ。それにしてもなんとも素朴な駅、無人駅久しぶりだな。こういうのが旅の醍醐味。見渡す限り田園田園田園。生きていくんだ、それでいいんだ。あ、ごめんなさい、変なお姉さんじゃないの。ちょっとこの広大な景色に歌いたくなったの。ああ、怖がらせちゃってごめん。よし、続きを歌おう。ビールに飲み込まれ、あ、それ街に弾かれて、どうした？それでもその手を。好きなんですか？イケメン。はい。玉置浩二、好きなんですか？あ、そういうわけでは。そうですか。すいません、話しかけちゃって。いえ。僕、安全地帯の頃からファンなもんで。ん？安全地帯？あ、父が CD を持っていて、それで好きになったんです。玉置浩二さん、この辺のご出身なんですか？安全地帯は確か北海道出身のバンドですね。同じ雪国ということで歌もいいし応援してます。あ、そうですか。お姉さん歌ってらっしゃったから好きなのかなって思って。あ、ごめんなさい、全然違くて恥ずかしいです。どこか行かれるんですか？車乗って行きます？軽トラですけど。全然そういうのじゃないんです、お恥ずかしい。そうですか、じゃあ失礼します。しまった、流れで乗っけてもらえばよかった。とにかく歩いてみるか。しかしどこまで歩いても田園だな。建物はあれどこれといった場所に出くわさない。ここでワンポイント。魚沼田中駅の横に走る道は理想の田舎のおばあちゃんのところに遊びに来たような感じで本当にのどかです。もしよかったら Google マップで体験してみてください。それにしてもなんもねー。
私が歩き出した方向が悪いのか？このまま行くの？戻るか？いやいや、今さら戻れないでしょう。行こか戻ろか、ハイウェイ、ノンストップのフリーウェイ、ちょっと危ない。好きなんですか？え？あ、さっきのイケメン。おいっ子の家にポッポ焼きを届けてまして。ポッポ焼き？知りません。食べます？これがポッポ焼きですか？パンですか？まあ、蒸しパンみたいなもんですかね。お姉さんどちらからですか？東京です。里見って言います。そっか、東京にはポッポ焼きないのか。作る釜に小さな煙突がついていて、そこから湯気が出て蒸気機関車みたいだからポッポ焼きっていうみたいです。食べてみてください。あ、おいしい。黒糖の落ち着く味。それで好きなんですか？何がですか？大塚純子好きなんですか？え、なんで？さっき歌ってませんでした？大塚純子のリスキー。大塚純子のリスキー、大塚純子のリスキー、行こか戻ろかハイウェイって。は、これ大塚純子のリスキーって曲なんですか？はい。大塚純子のリスキーってワードこんなに連発で言うと思ってなかった。大塚純子さんごめんなさい。家に帰ったら CD 買って聞きます。あ、これ行こか戻ろかの主題歌で。もちろん知ってますよ。さんまと大竹しのぶの映画。歌ってる方も曲名も知らずに歌ってました。すみません。お好きなんですか？大塚純子さんのリスキー。はい、大塚純子さんも好きですし歌も好きです。え、大塚純子さんこの辺の出身の方なんですか？いえ、大塚純子さんは確か大分県ですね。あ、また全然違った。それとこの曲に関しては作曲した堤恭平先生も僕は大好きです。木綿のハンカチーフ作曲した人ですよね。好きなんですか？好き通り越して神曲です、木綿のハンカチーフは。確かに名曲をたくさん生んでる堤先生の中でも僕の中ではトップ3に入るくらい神曲ですね。僕大好きなんです、堤恭平先生。え、堤恭平さんはこの辺の出身の方なんですか？いえ、堤先生は確か東京と生まれですね。いや、東京かい。里見さんはこれからどこ行かれるんですか？あ、別にその行くところは全然決まってなくて。何しに来たんですか？その観光と言いますか、あてもなく弾丸旅行と言いますか。え、観光？何にもないですよ。自分で言いますそれ。冗談です。もし本当に目的地がないんだったら僕たちと一緒に行きます？え、僕たち？もうそろそろ来ると思うんだけどな。おい、ケンイチ。お待たせ。友達の流星と麗華です。おいおい、誰だこの女性は。この人も一緒に行ってもいいかな？もしかして彼女できたの？いやいや、こんな綺麗な人が彼女なわけないじゃん。何？綺麗な人？すっぴんの私が？じゃあ一緒に行こうか。どこに？わあ、想像以上に広大な、広大な。これは川？これは奥只見湖って言って湖。湖なんだ。また間違えた。銀山湖とも呼ばれてて、たくさんの谷から溶け出す良好な水質の雪解け水とこの見渡す限りの絶景で秘境って言われてるんだよ。おーい、健一に里見ちゃん準備できたよ。え、ボートに乗るんですか？さあ行くよ。どこに？ワカサギ釣り。うわ、釣れる釣れる。私にも釣れる。楽しい？うん、めちゃくちゃ楽しい。2時間前の一人で道を歩いてる時からは本当に想像できない。よかった。はい、来た。それはなんて魚ですか？巨大サクラマス。巨大サクラマス。はい、来た。それは巨大イワナ。巨大イワナ。全部巨大がつく。じゃあこれは巨大ワカサギ。
それはワカサギだよ。面白いな、さとみちゃん。巨大なワカサギなんていないよ。面白い。受けて。ああ、笑ったら喉乾いたな。あれ飲むか。いいね、飲もう飲もう。え、なになに、もしかして、もしかして、この土地でしか飲めないような幻の。そうそう、魚沼の豊かな自然の恵みで育って旨味がたっぷりと詰まった、詰まったトマトジュース。トマトジュースかーい。かー、魚沼産トマト 100% ストレート。これに限るぜ。おいしい。みずみずしいトマトにそのままかぶりついたみたい。この辺のトマトは露地栽培でな、水はこっちから一切与えないで、自分でその辺の土や空気から水分や栄養を摂取して育つんだ。肥料も自家製の有機質肥料で、それも最小限に抑えてるのよ。それを俺たちが美味しくかっくらってるってわけだ。まさに自然の恵みですね。おーい、いっぱい釣れるよ。あ、めっちゃ釣ってる。ケンイチさん素敵。こりゃまた200匹コースだな。おい、もうそれくらいにしておけ。よし、じゃあ食べよう。ここで食べるの最高。お待たせ。はるか、ナイスタイミング。この子ははるか、お料理担当。さとみです、お邪魔してます。それでは準備するのでちょっとお待ちください。ありがとうございます。そうだ、待ってる間にさとみさん、喉乾きませんか？え、そうですね、乾きます。おいしいのがありますよ。え、まさか八海山のふもとから湧き出る伝説の名水。伝説の名水、人呼んで雷電様の水を使った。そんな神々しいお名前の名水から作られてる。お茶。お茶かーい。冷えてますよ。冬の間に積もった雪が溶けて地下でろ過されて、土壌のミネラルをたっぷり含んで岩の間から湧き出てくるんです。これでお茶作ったら美味しいんですよ。冷えてて美味しい。雷電様の水は清酒、八海山の仕込み水としても大活躍してます。八海山あるの？今日はないです。ないんかーい。では準備できたのでワカサギあげます。よろしくお願いします。はるかの簡単レシピ。まず塩で締めて臭みを取ります。はるかちゃんは料理が得意なんだ。なんだ、急角度で嫌な予感。カラッと揚げるため余分な水気を切ったら、天ぷら粉はほんの少しで大丈夫。さすがはるかちゃん。はい、もうほぼ鉄板で恋してる。高温でさらっと揚げるのがコツです。さらっと揚げるのが意外と難しいのに、それをさらっとやっちゃうはるかちゃんが素敵。はい、確定。ワカサギを食べることに全ベットします。できました。いただきます。うますぎる。シンプルなワカサギの旨味をここまで引き出せる揚げ方、はるかさん恐るべし。昨日釣ったワカサギで南蛮漬けも作ってきたのでどうぞ。やばい、止まらない。今日はご一緒させていただいてありがとうございました。魚沼に来てまさかお酒を一滴も飲まずにこんなに楽しめる自分がいるなんて思ってもいませんでした。また魚沼に遊びに来てね。今度は美味しい酒いっぱい用意しておくよ。絶対また来ます。これもしよかったらお土産で、新潟でしか買えないって言われてる日本酒の缶です。あんたどこまでもできる女ね。ありがとう。くー、缶と魚沼さんの柿の種が合う。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。